レオノールの紋章、レオノール・リリアン・マリア・ベルナドッテは、スウェーデンの王女。ヘルシングランド及び、イエストリークランド公爵まで、レーン王女とイギリス人、クリストファー・オニールの第一子、長女、カール16世イグスタフとシルビア王妃の孫にあたる。レオノールは2014年2月20日22時41分に、ニューヨークのワイル・コーネル医療センターで誕生した。名前は月日に、 祖父のカール16世、グスタフ国王によって発表された。ミドルネームのリリアンは母のマデレーン王女のことを孫のように可愛がっていたコハランド公爵夫人、リリアン妃にちなんだものである。同年6月8日にストックホルム宮殿の礼拝堂で宣礼式が取り行われた。スウェーデンは法律で王女の子も王室の範囲内に入るので、レオノールも王女となる。 ただし2019年10月7日付で王女の称号や借位は保持しながらも殿下の称号を有したりや国費を受け取る王族の身分からは外れている。また父親を通じてアメリカの市民権を保持している。2015年に弟のニコラスが2018年に妹のアドリアンネが生まれた。両親は生活の拠点をニューヨークに置いていたが2017年に スウェーデンに戻ってきている。ありがとうございます。